キャドオペレーターさん向けお役立ち情報チャンネル、キャドオペチャンネル。このチャンネルでは、キャドオペさんに向けてスキルアップ情報、受注単価アップスキル、転職スキルをお届けしています。お届けするのは私、ワンオペと男の子3人を育てています。建設のアナザーです。今回のお話はですね、レビットなんです。の中のプロジェクトとファミリーのお話をしたいと思います。この違いをサクッと説明します。はい、起動時一番最初にすることっていうところですね、モデルとファミリーというところにあります。モデルはプロジェクトファイルと呼ばれるものですが、プロジェクト内を作成または編集するもの、ファミリーというのはそのプロジェクト内で使用する新しいパーツを作成したり編集する場所というところになっています。いかがでしたか？最後まで動画を見てくださり本当にありがとうございます。作成方法がわからない、操作が不明の場合にはどうぞ公式 LINE からですねご登録いただいてお話しください。ではまたね。建設のアナザーはノートと YouTube で展開しています。もしよろしければノート YouTube で私を探してみてください。ではまたね。